YouTube に機材すら使わない簡単なビデオを投稿するだけで月額36万円の不労所得収入を獲得することは本当に可能なのか。はい、可能です。こちらをご覧ください。このように私は270さっきみたいな角換わりになったら嫌だけど、まあ一応居飛車なんで。四間飛車模様なわけですが。これ何の意味があるんですか。閉めとこ。何されんねやろ。これ何されんねやろ。角上がるかつくかやけど。角上がるか銀上がるかやけど、次ピョーンと跳ねられたらトロピカル困るんで、これピョーンがあるよね。ピョーンでどっかこう引いたらええか。どうなんやろこれ。跳ねられてこう引いて疲れとってるって大丈夫そうですかこれ。ピョーンは。一旦銀上がっときまーす。まあ、こんなついてくるのか。ああ、銀行上がっておきます。ミレミアム学院を狙って、ミレミアム学院狙って、モナクニコ生クルーズが到着します。ここで角引いたらどうなんの。これ。こちらは着々とミレミアム学園の次こうついてくるね。あ、ついてけへんね。ついてけへん。小生クルーズが去っていきました。ブア、シックチ、マリ、レセット、プスク、ピスコ、他3人がおりました。
こう、金引きたいよね、これ。金締めたいよね。銀出ていきたいのは山々なんですが、ここ突かれてここ突かれて取って歩打ちとかがあるので、どうしたもんなのかなと。こう一発、わかんないですけど、こう銀上がりたいよね。これ受けます。これ受けます。次、銀引きたいよね。銀トロピカル引きたいよね。では、次こう上がるとか銀上がるとか歩打つとか、しかしこう次こう桂跳ねた手が歩にトロピカル当たるので、飛車寄ったら飛車寄ったら分かんないけど、これ飛車寄ったら、その前にここを突きたいというあれはあるんですけど、と思うんですけど、でこう来んのかな、わかんないですけど。飛車を戻しました。
で、次ここ攻めたいんですけど、それかこう跳ねるか。終了まであと5分になりました。こう攻めるとか。終了まであと4分になりました。こう攻めますよね、これ。普通は。取りますよね。これは逃げたらこう来て、こう跳ねる一手と思うんですけど、終了まであと2分になりました。取るんですかね。合わないですけど、こっちとか逃げたら角出がダイナマイトなんで逃げるってありやね。飛車ここに逃げといたらええね。分かんないですけど、逃げても大丈夫やね。こういったら一個寄っといて、で次こう歩突きがあるんで、いや、こう一個寄ったらこうなっちゃう。で突いたらこう一個寄って、わかんないですけど。終了まであと1分になりました。こう逃げ、こっちに逃げるってありと思うんですけど、で出るやろ、一個寄るやんか。でならずじゃなくてこうなる。でついてきたらこう寄る。で取る。と、うん。この順になりそうですか。これでもこれ、これ出たらどうすんのこれ。一個寄るという、ここ歩打たれるという、そういう非常識。トロピカリアがな、こう打つしかないと思うんですけど、あら、なんかないかな。やります。あんこちゃんを起動しました。
これはもう無視で、この無視で。金で取ろうと思います。この形がどうも悪いんで、金で取って桂打たれて引いたらもうそれでええんちゃうの。これは桂打つでしょう。打ちますね、これは。ちょっと待ってよ。あかんがな。ですよね。しかし嫌な小瓶がこれ王手飛車取りのラインにトロピカル入ってるわけですけど。次ここつくよね。ここに打ちたくなるじゃないですか。なれへんかな。
あ、またらう。あ、また。こんばんは。こんばんは。こんばんは。もう超超過疎、超過疎放送へようこそ。超過疎。もう切っちゃうっていうことですかね、これ。過疎、そうなの。おや？初見はタクズ。あ、どうも。わたくずさん。よろしくお願いします。ただ単に、あれなのよ。あれなのよ。ただ単に将棋指しまくってるだけの放送へようこそ。勝ちそうです。一回角で取られるか。元タンタカです。わかるかな。自信ない。いつもありがとうございます。巡回です。ではでは、おやすみなさい。これはおやすみ。トロピカルおやすみ。毛跳ねたらどうなんの。毛跳ねんちゃう。毛打ったらどうなんの。これは一旦一回取りますか。これこう言ってもええねんけど、わかんないけど、これやっぱ入ろう。こういったん取ろう。
どうやっても勝ちそうですね。トロピカルどうなん？ここに K を打つんかな。ここに角打つんかな。ここかな。ここかな。ここやったら次なれるよね。ここじゃね。わかんないですけど。自分なら73に打って馬作るけど。あ、そう。こ次なれると思うんで、こどういってもこう なっても半分トロピカル詰めるな。何がおもろいね。トロピカル詰めるって何なんですか。なるよね。逆転とかわかんないですけど、こうなる。どうやっても勝ちそうですね。わかんないですけど、まだわかんないですけど。速報です。今 YouTube に動画をアップロードするだけで大金を稼いでいる人たちがいるようです。インターネットユーザーの実に 87% が YouTube を利用しており、ここには大きなビジネスチャンスが潜んでいます。詳細は説明文のリンクよりご確認ください。ニュースでした。